ごきげんよう、あすままです。簡単に作ることができて野菜をたくさん食べられるレシピをご紹介します。チャンネル登録もお願いします。味の決め手は高橋商店の和風万能やすまるだし。原材料の椎茸、昆布、いわし、サバ、カツオは国産、愛媛県産のいわし煮干し使用です。四国で一番売れてるだしパックです。水から煮出すパック入りのだしですけれども、今回はパックを破った中身を使います。無限ズッキーニの材料です。やすまるだしは1/2包み、ズッキーニは1本、ごま油は小さじ2、ツナ缶は1缶です。ズッキーニを3から5ミリくらいの厚さの輪切りにします。やすまるだしの中身をかけます。混ぜます。ツナ缶の油は切ってから入れます。ごま油をかけて混ぜます。ふんわりとラップするか専用の蓋をして600ワットの電子レンジで2分加熱します。混ぜてからさらに1分半加熱します。ズッキーニは生でも食べられますが、保存を効かせるためと胃腸に優しくしたいので加熱しました。ズッキーニがしんなりして味が馴染んだら出来上がりです。サラダにしたりサンドイッチにしても美味しいです。クロワッサンにレタスと無限ズッキーニ、ゆで卵、マヨネーズをかけました。無限ナスの材料です。やすまるだしは1包み、ナスは3本、酢は大さじ2、醤油は小さじ1、ごま油は小さじ2、白ごまは大さじ1、かつお節はあってもなくても大丈夫です。食べるときにかけます。ナスは洗って水分を拭いてから丸ごとラップして冷凍しておきます。ラップをしたまま600ワットの電子レンジで5分加熱し冷水にとります。水にさらしながらガクを取りつつナスを手で裂きます。軽く絞って保存容器に入れます。やすまるだしのパックを破って中身を入れて混ぜます。酢と醤油とごま油と白ごまをかけて和えます。器によそったら鰹節をトッピングします。ナスが苦手な娘も気に入ってくれました。無限きゅうりパプリカです。やすまるだしは1包み、きゅうりは2本、パプリカはフルーツパプリカを使用しています。2個です。コチュジャンは辛いのでお好みです。蜂蜜は小さじ2、醤油は小さじ1、すり白ごまは小さじ1、ごま油は小さじ1です。きゅうりは乱切り、パプリカは食べやすい大きさに切ってポリ袋に入れます。やすまるだしのパックを破って中身を入れます。袋を振って混ぜます。続いて残りの調味料をすべて入れます。醤油、ごま油、蜂蜜、すりごま、コチュジャンを入れます。辛味はコチュジャンの量で調整します。うちは辛さは控えめです。袋の中でしっかり混ぜ合わせます。袋の口を閉じてコンテナに入れて冷蔵庫に入れます。2時間くらいしたら袋から出します。彩りも良いですし、お弁当にもおすすめです。今回使用したやすまるだしはインターネットにて注文できます。割引キャンペーン実施中です。初回購入アンケートで、あすままのコストコメモと答えるとお得に購入できますよ。やすまるだしを使ったレシピ動画は再生リストにまとめてあります。概要欄のリンクからご覧ください。今後もやすまるだしとコストコ購入品を使ったレシピを投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。